ビットコインは私たちが金てより注目していた2万6400ドルのレジスタンスをブレイクし、今現在そのレジスタンスをサポートとして変換しております。そして日足で見ていきますと、こちら2万6600ドルのレジスタンス、重要レジスタンス、日足にてこのゾーンより上で日足を確定することができるのであれば、ビットコインさらに上の価格帯を目指していくと私は考えております。そしてビットコインもし調整していくのであれば、どの価格帯で買い場を探していくべきなのか、本日私のね分析こちら共有していきたいと思います。そして、ね、現在ビットコインは1時間足にてこの下降ベッジ、そしてファンディングレートもネガティブを示唆しております。これが、ね、ビットコインにとってどういうことなのか、本日こちらについてもね解説していきたいと思いますので、皆さんぜひ最後まで見ていってください。ということで早速入っていきたいと思います。ということでですね、ビットコインこちら私たちは、はい、以前の動画でですよ、この2つ前の動画見ていただいてない方はね、ぜひ見ていただきたいんですけど、これらの動画で私たちはビットコインがおそらく底落ちしている可能性が高いということでね、言及しました。そしてなぜビットコインがね底落ちしている可能性が高いかと言及した理由としてはですよ、こちら見てください。ビットコインがこちら RSI にて日足ダイバージェンスを形成しておりました。そして4時間足でも同時に日足ダイバージェンスを形成しており、このように複数の時間軸でRSI のね、ダイバージェンスを観測できる際、底打ちの可能性が高くなるっていったね、状況でございます。そして、ここが私がね、最も注目していたポイントなのですけど、ビットコインがこちらの25,400ドルの重大サポート。はい。こちら見ていただいてね、わかると思いますけど、この25,400ドルは、ビットコインにとって、とてもとても重要なサポートゾーンでございました。ビットコインはこちらのサポートゾーンを、日足で実践を確定し、割りました。はい。こちらテクニカル分析的に見ていきますと、完全に下にね、割って、このまま下落がね、継続していくね、可能性が高くなったといった状況なのですけど、ビットコインはこちらのサポートゾーン、ホールドし、実践にて、こちら25,400。そして、こちらのチャートを見ていきたいんですけど、日足を開きまして、はい。このゾーンですね。25,800ドルより上で日足を確定したことから、まあ、このレンジ内のゾーンに戻ってきたわけですよ。ここのヒゲを見ていきたいんですけど、ビットコインね、これらのヒゲね、このサポートゾーンを意識していたわけなんですよ。のでビットコインはこのサポートゾーンね、このサポートよりは上で日足確定をね、観測したかったといったね、状況でございます。そしてビットコインね、そちらをね、成功することができました。のでビットコインね、こちら、底落ちの可能性がね、極めて高いということもね、先日の動画でね、こちら解説したと思います。そしてビットコイン、こちら、そのまま上昇がね、続いていってるって言ったね、状況でございます。そしてこちらのね、データを見ていきたいんですけど、なぜこの上昇が継続していったかと、私考えているのですけど、こちら、ファンディングレートを見ていきたいです。ファンディングレートが、こちら、ネガティブなんですね。で、ファンディングレートがネガティブってことは、どういうことかと言いますと、まあ、多くの人々ね、多くのトレーダーは、ビットコインがね、さらに下落するであろうと、そう考えていたわけなんですよ。はい。ビットコインね、この時ね、かなりね、悲観だったわけでございます。かなりね、市場の市況はね、悲観だったわけで、さらにビットコインがね、さらに下落するであろうと、そう言ってね、予想を立てていました。そして私もね、こちら、悲観が多すぎるなと思いまして、これらのね、V 字回復の、日足のサポートね、サポート回復、そして日足のダイバージェンスを回復したことから、こちらビットコインの底打ちが高い。そして今現在ね、市況はかなり、悲観だからこそ、ビットコインの底打ちの可能性が高いとこちらね、考えておりました。そして、相場にはね、このようなね、格言があります。皆が恐怖の時こそ買い、皆が高揚している時こそ売れ。そういったね、格言があるんですけど、まあ、本当にその通りなんですよね。このね、こちらはね、かなりね、私のチャンネルでは解説しておりますけど、ビットコイン、例えばですよ、6万8000ドルなどの時、さらにビットコインの価格がね、上昇していくだろうと、ほとんどの方はね、考えていました。1000万円、2000万円到達するだろうと。ですが、ね、ここがビットコインの天井だったわけでございます。逆に言いますと、コロナクラッシュの時は私もとても覚えてるんですけど、ビットコインがさらに1000ドル、500ドル、さらに下落するであろうと、そういった、ね、予想をね、立てていたのがほとんどだったのですけど、逆にビットコインね、大きく反発していったっていった状況でございます。最近でもそうですけど、1万6000ドルの時、さらにビットコインが下落していくだろうと、そういった予想をね、立てていたのがね、ほとんどの方々だったんですけど、ただ私たちは、ビットコイン、多くの人々が悲観すぎる。だからこそ私、ね、ここね、ビットコインがね、底落ちしているとね、考えたわけなんですよ。そして現在ね、ビットコインかなりね、今ね、悲観なんですね。
かなり悲観でまだまだ下がるであろうと。そして実際にこの証拠でファンディングレートがネガティブということで、今現在ビットコインね、こちらの価格帯でショートを売っているね、トレーダーがね、今現在多いって言った状況ですよ。この26,800。そして日足で見ていきますと、この26,600ドルが、26,600、こちら。日足で見ていきますと、重要なレジスタンスでございます。パッと見ですよ。ここのレジスタンスで拒否するであろうと。そう考えるわけなんですけど、私はね、それがね、普通の考え方だと思うんですよ。なかなかね、長い間、レンジに継続しておりました。レンジが続ければ続くほど、下目線になりやすいです。ビットコインさらに下落していくだろうと。そういったね、心境になりやすいんですけど、逆に考えないといけないんですよ。それが普通の考え方なんで、逆に考えていきますと、じゃあ、普通に考えていったら、ここでショート打つじゃないですか。で、逆に考えていったら、みんながここでショート打つから、おそらくブレイクする確率はね、高くなるであろうと。そういったね、考えもね、立てることができます。そして証拠にさっき見た通り、このファンディングレートネガティブ。そして1時間足にて、この上昇ダイバージェンスじゃなく、下降ウェッジを現在、形成しております。もしこれらの下降ウェッジは70%の確率でブレイクするんですけど、現在ブレイクしており、このメジャームーブターゲットはこのようにね、測ることができます。そしてこのターゲットはね、現在2万7000ドルにあります。そして2万7000ドルのターゲットは、おそらくレジスタンスなどと噛み合ってると思うんですけど、2万7000ドル。軽くですよ。軽くこちらレジスタンス見えますね。このヒゲのレジスタンス2万7000ドル。この2万7000ドルのレジスタンスと噛み合ってます。でも重要なのはこの実践の2万7200ドルです。で、ちょうどこの2万7200ドルには、このチラ21周平均線があります。で、こちら21周平均線で、ビットコインがものすごくね、意識する移動平均線でございます。ビットコインがこれらの移動平均線の上にいるか下にいるかによって、その後ね、ビットコインのね、価格がね、変動していっております。そして21周平均線、現在2万7300ドルにあります。ビットコインがもし、この移動平均線より上で週足を確定するのであれば、さらにね、高い価格帯3万2000ドルもね、見られてくると私は考えております。そしてビットコインね、こちらね、週足でもね、見ていきたいんですけど、週足でもこのように、1ヶ月ほどこの価格帯に保持してます。そして大きな下髭を連続的に形成しております。ビットコインがもしこのまま週足を確定するのであれば、ビットコインこのまま回復していくね、確率は私ね、極めて高くなっていると考えております。そして3万2000ドルもね、そのうち到達する近頃、今年中、なんなら今年中に到達する可能性もね、全然あると考えている状況でございます。もしね、この相場心理のチャート見ていきたいんですけど、現在私はね、ホープ、希望ですね、希望ステージにいると思ってるんですよ。で、この説明読んでいきたいんですけど、 A recovery is possible ということで、今現在そのような市況、そのようなね、市況だと思うんですよね。ビットコイン、ブラックロックの現物 ETF も承認されるかもしれない。ただ、さらにビットコイン、これらの移動平均線、重要ね、上昇マーケットサポートバンドをブレイクして、さらに下落していく可能性も高いであろうと。そう考えるね、投資家もね、私多いと思うんですよ。なんならそう考えていて、このまま下落していく可能性が高いのではないのかと。そう考える人がね、私多いと思ってるんですけど、現在ね、その希望の中でも私ね、その悲観が一番必要だと思ってるんですよ。今ビットコインさらに下落していくだろうと、そういったね、考えを持っているね、投資家多いじゃないですか。ということは、さっきも言ったように、底打ちの可能性が、高くなってるって言った状況なんですよ。ので、この希望ステージね、このようなね、チャートの形成しておりますけど、似たようなチャートの形成しているじゃないですか。ちょっとはね、このチャートは右肩上がりですけど、このチャートはね、長いレンジのように、もしかしたらですよ、もっとレンジを継続して、このように上昇していくかもしれないんですけど、こんな感じでね、希望ステージにいると思ってるんですよね、私。で、ブラックロックの現物 ETF 承認でビットコインね、3万2000ドルね、私ね、ブレイクしてくるとね、考えている状況でございます。そしてブレイクしていく際、ターゲットとのね、3万7000ドル、4万2000ドル、4万5000ドルあたりのね、ターゲットゾーンね、注目していきたい状況でございます。そんな感じで短期的なね、ビットコインのね、分析ね、お届けいたしました。そしてね、ちなみになんですけどね、こちら、KCGI 取引大会、賞金3.8億円の取引大会がこちら開催されます。登録が現在始まっており、9月30日までこちらね、登録開催しております。それ以降ね、こちらね、登録
大会のね、こちらのね、チーム参加することができないんでね、皆さん、こちらね、私ね、チームリーダーとしてやってるんでね、こちら説明欄の一番上より私のね、チーム大会ね、参加することができますので、皆さん、ぜひ参加していってください。ビットゲットにね、こちら登録者ね、手数料さらに30%オフなんで、ビットゲットのね、アカウントがなかったらね、こちらね、大会参加できないんで、ぜひね、ビットゲットね、これを機にね、登録してみてください。そしてね、このようなね、キャンペーンやってるんで、300ドル入金プラス、先着10名で、はい、こちら、約ね、5000円、6000円以上ね、もらえるって言ったら、ね、とんでもないキャンペーンやってるんで、ミスター兼コミュニティだけこのようなね、キャンペーンしていますので、皆さんぜひね、こちらキャンペーンやっていますので、参加してみてください。続いてイーサリアムの方もね、軽く見ていきたいんですけど、イーサリアムもね、ビットコインとね、まあ、動きがね、酷似します。はい、イーサリアムはビットコインとね、比例して動きますが、ビットコインと比べてね、上げ幅がね、現在ね、少なくなっている状況でございます。現在ね、ビットコインに資金がね、流れておりまして、ビットコインドミナンスも現在50%超えでございます。ドミナンスが上がるってことは、ビットコインに資金が流れていってるって言ったらね、証拠でございますので、はい、ビットコインに現在資金がね、大量にね、流れていってるって言ったね、状況でございます。そしてイーサリアムの方でこちらね、ちょっと確認していきたいんですけど、イーサリアムこちらね、ボリンジャーバンド週足にはみ出ました。で、まあ、これ金手より説明してると思いますけど、週足のボリンジャーバンドね、まあ、週足などのね、高時間軸のボリンジャーバンドをね、はみ出る確率っていうのはね、極めてね、確率的には低い 3% ほどですので、週足などでこちらにはみ出ているときには、まあ、サポートゾーンとかね、その時の心境ね、相場の心境となどを確認して、まあ、悲観であるか、高揚であるか、それらなどを確認して、例えばだったらね、高揚であれば売る。まあ、悲観だったら買う。言ったね、そんな感じで私ね、現物ね、購入していってるってね、状況でございます。はい。で、イーサリアムも同じくね、ビットコインとね、こちら同じく、日足の上昇ダイバージェンスをね、形成しております。そして、イーサリアム直近の日足のレジスタンスね、ここ。1640ドル。ここをブレイクすることができるのであれば、一気に、ね、1700ドルね、注目されてくると思ってます。そして、ビットコインで、ね、私に、ね、底打ちしていると思ってますので、そしたらね、イーサリアムもね、こちらね、自然とね、価格がね、ついてくるって言ったね、状況となってきます。まあ、ビットコインね、もうネガティブニュースなど、もうそのようなニュースがない限り、私は底打ちしていると思ってるんで、このまま、まあ、ビットコインのゲームズ ETF ね、拒否などとかね、とか、もう何らかしらのね、もう戦争が起きるなど、大きなニュースが起こらない限り、ビットコインね、私、底打ちしている可能性がね、こちらね、高いと考えてるんで、今の現状であれば、底打ちしている可能性がね、極めて高いっていった感じなんで、そちらね、把握よろしくお願いいたします。はい。まあ、トレードするのであればね、ビットコインの方がね、ボラティリティありますので、ビットコインの方がね、痛ね多いと思いますので、私、ビットコインでも現在お勧めします。まあ、アルトコインね、そんなにもね、上げ幅大きくないです。上げ幅があったとしても、その分で下げ幅がね、極めて大きいので、まあ、ビットコインをね、トレードするのがね、一番ね、安全かと私は考えています。ので、イーサリアムね、こちらのレジスタンスね、1640ドルがね、今現在、拒否している状況なんで、このボリンジャーバンドも現在ね、はみ出ており、今現在収縮している感じなんで、この収縮を待ってね、動き、ビットコインも同様ですけど、今現在ね、ボリンジャーバンドがね、収縮待ってるんで、まあ、レンジしてきてね、まあ、とりあえずね、26200ドル。この価格帯ね、私ね、現在、注目してます。ロングゾーンね、ビットコイン。はい。続いてね、最後にドル円見ていきたいんですけど、ドル円このサポート147円のサポートホールドしている状況です。そしてこのね、4時間足の、ね、下降ダイバージェンス、日足の下降ダイバージェンスね、形成していることから、私天井近いと思ってるんですけどね、こちら天井近いと思ってるんですけど、あと1回上昇に148.8円付近まで見られるかもしれません。はい。この148円、149円までもね、一度ね、見られるかもしれないんで、そこね、ちょっと、頭に入れておきたいね、レジスタンスゾーンでございます。はい。148円、149円までね、来ましたらね、こちらね、ショート入れていきたい状況です。ただ、今現在見ていきますとね、このように安に切り上げて、こちらのサポートなどホールドしてますので、まあ、かなりね、上昇的な構成ね、ストラクチャー、今現在ね、構成している状況でございます、ドル円。ので、今無理にショートなどは入れておきたくない。はい。ロング狙っていくのであれば、サポートゾーン。ただ、これ割ってしまったらね、ここね、次、サポートゾーン。で、ショート狙っていくのであれば、レジスタンス。真ん中ではね、ポジションを入れていきたくない状況でございます。はい。で、暗号通貨などがね、動いてない時にはね、このようなね、ドル円などね、取引していきたい状況でございます。説明欄のね、こちらから登録しますと、SXGT、本人か、初回登録プラス本人確認で2万円がね、今すぐ反映されるんで、皆さんぜひね、SXGT こちらね、使ってみてください。そしてね、皆さんぜひね、私のね、無料ね、ディスコードサロン、LINE サロンね、3500人以上のメンバー、3000人以上のメンバーいます。
もしね、ツイッターにてね、日々の最新の、ね、チャートやね、分析レポートをね、投稿しております。YouTube 以外の時はね、こちらね、ツイッターでね、発信してるんで、皆さんぜひツイッター見ていってください。そして、こちらね、インスタグラムね、こちら始めました。プライベートやね、ポジション投稿しますので、皆さんぜひね、インスタグラムもね、確認してみてください。という感じで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。